お疲れ様です。まあ私の場合はちょっとね、お人よしなところがあるんでしょうね、きっとね。自分が売って、その商品売り上げ上がるのは、もちろん私の得にもなるんですけども、お金を支払った方が支払った以上に、そのサービスとか、まあ私で言ったら動画をね、ちゃんと使って、目的地まで行ってもらえなければ、売るんじゃなかったって私は思うんですよ。うん、だから、売って、商品受け取ったけども、使ってないっていう状態っていうのはね、うん まあ、あの言えば販売者の責任だなとなんか買いたくはなるけども使いたくはならないみたいなねそれでいいんだろうかっていうふうに思うところがあるんですよねまあ私みたいなあのお人よしがいるからあの何て言うんですか、ね、安々と商品を売ってね私腹を肥やす方もいるんじゃないかなと思いますんであとはもう買う人がそれをどう受け止めるかなっていうところなんですよ。 で、最近ね、体のエイダのプレセールって言って、あの、暗号通貨で爆上がりしたやつがあってね、なんか数百倍とかになって、今資産価値数千万から数億円っていうものがあるんですよ。でもこれは、あの、バウチャーってものを購入して、それを還元しなければ一銭にもならないんですよね。で、今今バウチャーを還元するのむちゃくちゃ簡単になってるんですよ。この数年間のテクノロジーのおかげで。だから、 当時バウチャーを還元するのは本当に一部の人しかできなかったんですけども、指導付きとかじゃなくてできなかったんですけど、今はもう本当簡単なんで、すればいいのになぁと思うところで、サポートが終わるんですよね。サポート終わりますよって私が動画を出したら、数年ぶりにそれに気づいて、あ、自分ももしかしたらバウチャー還元してないかもしれませんっていう方が、滑り込みでお問い合わせいただいてね、これ全員バウチャーは還元してないんですよ。そのまま忘れたまんま、数千万数億円を、あのー、棒に振ったかもしれないんですよね。 だから私は思うんですよあの。商品でもサービスで何でも売って終わりじゃなくて売ってからが付き合いが始まるんだろうなって思うんですよね。まあだからあのお人やシーンをねまだ還元してない人いませんかサポートしますよって言って動画を出してその動画を、まあ、同じようなまあねちょっと気のいい方が拡散してくださってで私の仕事は無償の仕事は増えたけども今回そういうことがあって、えー、元気を封印せずに済みましたありがとうみたいな人が何人か現れてねまあ良かったなと思うというね。 私一戦にもならないんですけども、だからって損したと思わないんですよ。誰かが得したからそれでいいじゃないか、みたいなね。たとえ自分が飢えたとしても、誰かが飢えるのを避けれるんだったら、まあそれはそれでいいかなと。まあただ自分の財を差してましてまでやろうと思わないかなっていう。まああと気が向いたらやるってところですかね。気が向かなかったら真示欲に走る瞬間あると思うんで私もねうん。ただやっぱこう、ね吉田さんは、 誰にででもも売っってやろうううみたたいいいな気持ちだと思いますす私もそういうのは最初あったんですよ出会った人100人中100人に商品を売れるかどうかっていうのをね自分に問いかけたいなみたいなのありましたけどもまああの売れまあ多分ね私誰にでも売れるんですよ多分。でも買った人が買った後にうんなんか使わないんだったらその人のね人生を無駄にさせちゃうなっていうのも感情としては違うけどもあのまあね 提供せずにどっかはねとんずらこいちゃうみたいなところもありますけど私の経験としてはそういうふうに思わしちゃいけないなーってところなんですよねうん、なんかマトリックスアフィリートみたいなのありましたけどもいや本当に金だけ回収したら綺麗に消えましたからねもう、まあ、ふざけんなよみたいなところがありますよやっぱ今でも思い出したらうんだからああいうふうな使えない商品を売っちゃいけないなとかねまあいろいろですねでも考えはね うん、まあ他の考えに立つこともあるんでやっぱり <laughs> ここは売っときたいなっていうところとかね売り上げのためにプロモーションを変えていって制約につなげるみたいなこともやっぱあ,のありますからね私もね今こういう暮らしになっても、うん、それでも結局最終的には私からの商品買った方が絶対いいよっていうサポートは俺すごいよみたいな、ね、その自信があるからだなっていうところもありますし実際 FX オリガルヒというこのコミュニティは1年間むちゃくちゃサポートしてきましたからね もうう本当すごいなんか日本一のサポート塾だなと思いましたそう考えたら私以外の FX の塾に入る人はみんな不幸ですよここまでできないんで実力もあってサポート力もあってでしかもサポート期間が、まあ、ほぼずっとみたいなね、まあ、そういうのはないんでどうせお金を払ってどっかの FX 塾に入るんだったら力量があってサポートもちゃんとできる人ねもう本当に 自分の儲けは後でいいんでもうあなたが儲けるようになってくださいみたいなね、うんまあ、そのぐらい思っちゃいますねいろいろと世の中ビジネスありますけども頑張っていきましょういってらっしゃい